はい、どうもこみです。さて本日はつむぎ組さんから動画をお届けしたいというふうに思います。今日はですね、久しぶりにネクロマンサーのお話をしていきたいなというふうに思うんですけども、ライトニングを落としてからのスパジャイネクロですね、これがやっぱり今タウンホール12では圧倒的な強さで、かつ13でも相当使える戦術になってきています。で、当然使える条件っていうのが あったりするんで、その辺もこう交えながら、今日は合計4本ですね、12、2本、13、2本かなという形で、リプレイを見ていきたいというふうに思っています。やっぱりね、12、13、幅広くネクロマンサーというユニット自体が、スーパーであるなしも含めて言うとだいぶ強いんですね。非常に使い方がいいので、この辺っていうのをぜひね、12、13のプレイヤーは馴染んでいってもらうと、この14になった時にペッカスパビスにこれ全く同じような形で応用できるんで、リックでだいぶですね、攻めの形っていうのが出来上がると思います。ぜひね、試してみてもらえたらというふうに思います。ちょっと、どうだろうな、通常のネクロを使う攻めっていうのはもしかしたら、12特有かもしれないですね。13になってくると少しそれが使いにくくなるっていうところを、今日お話ししていきたいっていうふうに思っているんですけども、いずれにせよ ドラゴンとかには結構ネクロマンサーの考え方は通用するところがあるので、そういう意味で、使っていって、あんまり損はないと思いますね。さて、まず1本目見ていきましょう。これ、まずね、ライトニング4発プラスクエイク1発で、マルチインフェルノが落とせるんですね。で、さらにこれ今ね、ウィズドウも一緒に落としてるのを見逃せないポイントです。で、クエイクのかけ方もちゃんとイーグルとか、クロスボウにかかるように打つことによってダメージを与えていきますね。で、こことここのマルチを壊すことによって村全体がこういう格好になるんですね。この辺とかイーグル砲があったりするけども、イメージですよ、こういうイメージつくんですね。壊したところの範囲からこう、なんていうのかな、円を描くっていうイメージで、そうすると主力ってこう集まってくるの分かりますかね。これね、ライトニングで壊したときに、その壊したポイントだけを見るんじゃなくて、そのね、周辺1施設分ぐらいはこうね、ルート作りの用のカットに効くって思ってもらっていいと思うんですよ。で、そこにしっかりとこうネクロとスパジャイを流し込んでいくっていう、これだけなんですね、実は。タウンホール12でいうスパジャイネクロって。なので、プランニングの段階でルートがこういう風にできてしまうと、もうそれだけで止めようがない戦術になっちゃうっていう、これがね、やっぱこれの強みですね。圧倒的じゃないですか、今。見てもらっていて、僕がライトニングを打ってどういう風にカットをって言ってるうちに、もう中央部分をネクロたちが完全に蹂躙しちゃっている。で、このウィストとかちょっとね、今いやらしいところから打ってくるんですけど、壁を殴らずに外周ぐるっとこうね、回っていけば、ここからこう入っていけるから、あえてこの壁の処理ってのはしなくてもいいっていう風に踏んでるんだと思いますね。で、それ以外の防衛に関しては、ちゃんとイーグル砲もこう壁のね、外側から、こう殴っていけるような位置関係にこうあるので、これやっぱり一番このウィストだけが少しね、遠回りしなきゃいけないっていう時点で、厄介ではあったんですけども、それぐらいですよね。他のところに関してはだいぶ、ネクロマンサーのこの遠距離攻撃、今これ打ってますね、こういう風に遠距離攻撃だったり、あとアーチャークイーンの攻撃も、遠距離なので、この部分を使って、壊していくという感じですね。これだけです。で、呪文とクイーンの能力を残して、さらにネクロマンサーもたくさん残った状態で、前回まで持っていけるのが、このライトニングスパジャイネクロの強みになります。これ、どういう戦術かっていうところを最初に言うとこんな感じなんですけども、おさらいをしておきたいんですが、今回マルチにするのが3本なんですね。なんで、ネクロマンサー使いたくないなって思う人多いと思うんですよ。でも、そこで、諦めずに見てもらいたいのは、ライトニングを使って2本まで、インフェルノ折れるっていうところを意識してもらえたらというふうに思います。で、2本折るときにどれを折るかなんですね、これ。3本あるうちので、残った1本にまっすぐユニットを当てていく必要があるんですね。そこがポイントになってくるので、そういう意味で折ったときに、ルートを取りにくいやつを折ってもしょうがないんですよ。例えばこれとこれを折った場合ってこういう風な形になりますよね。だから村全体こうなるんですよね、こういう風に。だけどこのインフェルノにアプローチできないじゃないですか。だから
こういう風にユニットを入れざるを得ない。そうするとこっち側どうなるのって話なんですね。この部分、これだからあんまりよろしくないですよね。で一方で今回やって、アタック見てもらって分かるようにこことここを潰していくとこういうルートが出来上がりますね。そうするとこの直線上にマルチがもう含まれちゃうので、タウンホールめがけてユニットを出すだけで、マルチインフェルノと、タウンホール、あと防衛具まとめて全部相手にすることができる。正面から当たれるかどうかっていうのがめちゃくちゃ重要なんですね。これ横から打たれちゃうとユニットめちゃ弱いんですけど、正面から当たる分にはユニットって結構強いんですよ。そこの、当たり方っていうのが今この斜線描いているこの2本のマルチインフェルノをライトニングクエイクで折ることによって作り上げられるっていうポイントがプランニングの時にすごい大事な部分で、それをまさに実現している、あの模範的なね、あのライトニング、スパチャイネクロの、あの攻め方になっていると思います。でなんでゴーレムじゃないのっていうと、まあ、当然マルチインフェルノのダメージを分散させる、じゃあ全部吸収する、5体のユニットに同時攻撃できるマルチを完封してネクロにダメージを入れさせないためにはやっぱスパチャイっていうゴーレムに比べれば小粒なユニットが効くんですね。でこれシングルインフェルノに対してもそうなんですよ。それが効きます。唯一効かないのはクロスボウとかですね。クロスボウとかになってきちゃうとゴーレムの方が1回対応取ったら外れないんで強いんですけど、複数攻撃してくるインフェルノ系に関してはバジャイの方がいいですね。相性が全然いいです。というところでもう2本目いきましょうかね。あんまり私の喋りばっかりしてると、もう早く行けよというね、あの方に思うと思うので、次行きましょう。はい。で、今回は、これ、シングルインフェルノが2本ですよね。マルチが1本。こういう場合には、もうこのマルチを素直にライトニングで打ち砕いていきましょう。時間2分切ってますね、これ。ちゃんとこの部分を削っていきます。でそうすると、村全体どうなるかなんですけども、これうまいっすね、これ。クロスボウ 2本まで一緒に削ってきましたね。これやべえな。まあ、こんな風に削れてるんで、その周辺部分も見て、まあ、こんな感じのカットができてるイメージですね。イメージですよね。で、ジャンプの呪文を使っていって、ここのシングルインフェルノイーグル砲に確実にアプローチをしていきながら、この面で突破していきます。こういうことですね。こういうこと。こんな感じ。で、ちょっとやっぱね、ここのね、シングルと、なんだ、この、対空砲ウィズと、ここを、壁の外から殴れないですね。これイーグル砲とあとこのシングルが、なんでここがちゃんとジャンプを当てることによってもう呪文の数だいぶ序盤ライトニングで使っちゃってるんですけども、相手のジャンプですよね。これスーパーボールブレーカー打ってきてでもあるんですが、なんだこれ、スニゴブとスパジャイ使っちゃってるからボールブレーカーしかないんですよね。でボールブレーカーを使った場合にこのシングル IT のところにうまく当たって破裂してくれるかどうか微妙なんですよ。例えばここに巨爆があったりとか、あとはまあシングルインフェルノに焼かれちゃったりなんかする場合に何体持ってったらいいのかなっていうところが少し微妙になってくるんで、そういう意味ではジャンプを使って確実に、しかもこの広い面をですね、この広い面からネクロを投入していくっていう形が作れた方がむしろ盤石になるので、そこをしっかりですね、蹴散らずに呪文を使っていたってところですね。これがうまかったんで、ほら見てください。これネクロマンサーが残りまくりじゃないですか、これ。合計で7体ぐらい残ってるのかな。もうほぼほぼやられてないですよね。で、2分弱の全壊撃になるんで、まあ、これやっぱり、いかにルート作りが大事かっていうところ。で、やっぱりですね、タウンホール12で、ウッドランチャーを使った天才用は、そのライトニングクエイクネクロマンサーのドバダシ系っていうのは、もうマジで最強級に強いです。なんせ、今タウンホール14でもスーパーネクロマンサーを使っている、プロプレイヤーの方がね、いらっしゃるぐらい、ネクロマンサーってやっぱり、最前線で活躍できるユニットなんですけども、今これ、レベル5の、この炎が出てますね、こういう風に。これ、レベル5マックスなんですね。つまりタウンホール14でも、ネクロマンサーって使われるんですよ。このレベル5が。それがタウンホール12で使われるんで、まあ、そりゃ当然オーバーパワーになるに決まってますよね。弱いわけがないんですよね、ユニットとしても。なんでそのもうユニットとしての強さを最大限発揮させられる、面の選び方とライトニングでのルート、制御ができさえすれば、まあ、ほぼほぼ間違いなく取れてしまう。インフェルノが3本あってもやれてしまうっていうのがこのネクロラッシュの怖いところなんですね。
スパジャイネクロ、ライトニング、ウッドランチャー、このカルテットをぜひね、使いこなしていただけると思うんですけども、タウンホール13ではじゃあ、どうなるのかなっていうのもね、見ていきましょう。これですね、今回やっぱり、選んでいる村っていうのはシングルインフェルノが2本あります。なんでかっていうと、もうそもそも投石機があるんですよ。もう投石がね、ネクロマンサーをものすごい、なんていうかな、強烈にほぐってくるんですね。なんでこの投石をまず1本ライトニングで処理していきます。でここをこうね、カットして制御していきますね。そうしたらこういうルートが作れるんですね。ここから入れていきます。そうすると投石マルチ、この2つが、まとめて序盤に処理できちゃうっていう形が作れるんですね。だからこれをやってるっていうことなんですよ。もしもこれ投石機がこの辺とかにあった場合だったら、これ多分成立しないんですよね。これがこっちになったら、あくまで投石機とマルチっていうのをまとめて序盤にこれまとめてこう見れるから、だからこそこのライトニングを使ってこの面から入ってくるっていう選択が取れるっていうことですね。うん。いやー、やっぱりでもね、そこを見極めるまでにはなかなか時間がかかると思うんですけども、見極め方さえまずは分かると、その後ですね、村を見ることができるようになると思うので、まあ、徐々にですね、こう慣れていってもらえたらなというふうに思うところですね。まあ、こんな感じで、さっきも言ったようにダンボール14でも使われるネクロマンサーなので、パワー的には全然問題がないんですね。スーパーアーチャーか、を入れたネクロマンサー編成で、ジュンクさんっていうね、日本のこのドバダシネクロ系の攻め方を本当にもう熟知してるトッププレイヤーの方が、日本一決定戦でもそれを使って取ってたんですね。天野社長さんの配置から。まあ、それぐらいやっぱりネクロマンサーって14でも、現役で使えるキャラなんで、これだけやっぱり、スペックのあるユニットをね、タウンホール12で同じレベルが使えるのに使わないっていうのはもったいないですからね。ぜひ活用してもらえたらなというところだし、タウンホール13でもこんな風にね、機能するっていうところを見てほしかったですね。たださっきも言ったように、タウンホール12だとマルチインフェルノが3本あってもまあなんとかなるんですよ。だけどタウンホール13でマルチ3本で投擲も2個あったりすると、もうちょっとネクロマンサーの天敵になっちゃう、防衛が多すぎるんですね。あまりにも天敵施設が多すぎるんで、その時にやっぱりですね、考えてほしいのがこれですね。スパネクです。マルチ3本ですね。でさらに投石2個あるんで、スパネクを使ってもらうっていうのが、まあ、ネクロマンサーではない、全然攻め方が変わるんですけども、だけどやっぱり、なんだろうな、12では少し使いにくいけど13だからこそ使える戦術というところで覚えておいてほしいなと思う戦術ですね。でライトニングで序盤、これ投石機を潰していきます。でさらにそこからグランドボデン出して、グランドボデンとこのライトニングの、壊したエリアをこうつなぐような形でカットしていきます。深くカットするんですね。スーパーネクロマンサーって結構遠距離攻撃ができるユニットなんで、通常のネクロマンサーと同じようにあんまり中途半端にカットしちゃうと逆走しちゃうんですね。なのでしっかりこうカットしてネクロ本体を出していきながら壁の中に入れる。こいつらは絶対こっちにそれませんよという状態を作っておくわけですね。でタウンホールに突破させながら投下兵器で外周をカットしていくっていう感じですね。これバーバリアンキングもそれできます。外周カットめっちゃ重要です。これネクロマンサーが外に飛び出ないようにするっていうのが1個なんですけども、もう1個は時間が結構厳しいんですね。スーパーネクロって足が何せ遅いんで、ゆっくりゆっくりこう進むんですよ。でこの進む進行速度が遅すぎるせいで、前回はもう時間さえあれば取れるんだけども、時間がねっていうことが多々起こる。なのでちゃんと外周にこうですね、ババキンを添えて、スーパーネクロマンサーは壁の中で、ババキンと投下兵舎のユニットで外周をカットするっていうことをしながら、面でのこう攻め上がり、外周と外の、内側のこの面のね、こういう攻め上がりっていうのを維持していきながら、かつ時間も巻いていくっていう感じですね。で、この戦術がタウンホール13で強いっていうのは、ロイちゃんがいるからなんですね。こうロイヤルチャンピオンがなおさらこう外周カットしてくれるんですよ、こういう風に。今これ、イーグル砲とかこうカットしましたよね。これタウンホール12だとこれができないんで、
ちょっとそこが苦戦するポイントですね。時間切れのリスクがやっぱりね、ヒーロー1体いることでだいぶ減るんですよね。なので、12よりも13の方が使いやすい。これも完全に時間の問題ですね。見てもらって今、スーパーネクロが全部やられちゃってますけども、1体生き残ってるか。でもこれ結構ね、稀なパターンで、通常スーパーネクロって、最終盤2、3体残ることってかなりあると思います。なので、基本的にユニットのパワーとしてはもう完全にオーバーパワーなので、時間だけっていうところですね。まあ、それを可能にするのがロイヤルチャンピオンの存在、使えるタウンホール13から流行ってるっていうのは、そういう理由があります。で、今ね、ここからこうガーッとスパネクを入れていきましたよね。で、ちょっと、この画面に戻していきたいと思うんですけども、入れていって、で、スーパーネクロをこういう風にルート通しました。なんでかっていうと、タウンホールを壁の外側からこう射抜くことによって、ごめんなさい、ちょっとね、一回止めてですね、はい。壁の外側からこう射抜くことによって、爆破ダメージだったりスロー効果に、巻き込まれないようにするっていう意図がありますね。で、そのまま、スムーズにこうね、終着点まで進行させていくというような形にしています。で、このまさに形ですよね。このタウンホール区画に入れずに外から射抜くっていうこの形が、ペッカとスパビーズを使った、いわゆる中華式と呼ばれている攻め方。で、丸々同じように応用できるんですね。で、さらに、この中華式ってタウンホール14でも、スタドラさんがものすごい有名なプレイヤー、クイーンオーカーのスタドラさんですね、が愛用されている戦術なんですけども、めっちゃ強くて、グローバルランキング、レジェンドのランキングですね、トップ勢見てみると、おそらく3割ぐらいはこのペッカスパビズを使っている、もっと多いかもしれないですねっていうレベルなんですよ。なのでタウンホール14になっても全然このペッカスパビズに切り替えることによって使えるし、なんならタウンホール13でもこのペッカスパビズの形にこのパターンっていうのをそのまんま使うことができる。まあ、正確に言うと、このライトニングを使ってっていうのは、これはちょっとね、スパネックの特徴かもしれないですね。ライトニングを使ってカットしなきゃいけないっていう場合は、もしかすると、ペッカスパビズにしちゃ、ライトニングを使ってカットしなきゃ、違うわ。ライトニングを使ってカットする価値のある領域を見つけられたらスパネク。それが見つけられなかったら、スーパーウィザードの中華式っていう風な使い分けをしてもらうと、割とうまくいくんじゃないかなという風に思います。やっぱね、ペッカスパビズやる上において、呪文って結構大事なんですね。別の僕の動画見てほしいんですけども、こうマルチインフェルノとかがね、まあ、特にマルとかっていうか、まあ、マルチインフェルノですよ。マルチインフェルノがスーパーウィザード焼いちゃうので、なるべくフリーズでこう止めながら、スーパーウィザードを中盤まで、殺さずに、進行させていくっていうことが必要になってくるので、まあ、それが、できるだけの呪文枠っていうのを確保しなきゃいけないですから、こういうクレイクライトニングで序盤、カットを入れていくっていうような呪文の使い方はちょっとやりにくいですね。なので、そこら辺を、どっち、ライトニングを使うのか、フリーズを使うのかによって、ペッカスパビスなのか、それとも、スーパーネクロマンサーなのかっていうね、切り替えをしながら使ってみてもらうと、割とハマりやすいんじゃないかなというふうに思います。ので、タウンホール12、13におけるネクロマンサー系の戦術ということで、今回ね、ちょっとスパネク、あとは最後中華式まで話が及びましたが、話をさせていただきました。やっぱタンホール12でね、ネクロマンサーのコンボ、私は絶対に使えるといい武器になるんで、まずそこでね、全開を量産して、クラクラを楽しんでもらいたいというところがね、本当にあります。まあ、その後はこういったスパネクに転身するもよし、まあ、村を選んで、ネクロマンサーで、がっつり取っていくっていうのもよしですね。その辺っていうのは、自分のプレイスタイルによって変えていってもらえたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、というところでですね、本日は、タウンホール12、13中心に動画をお届けさせていただきました。いかがでしたでしょうか？こんな感じでですね、僕のチャンネル、クラン対戦の解説機の動画やっております。で、タウンホール今日12、13ですけども、当然14も扱っておりますので、ですね、これからもぜひご視聴いただけたらというふうに思いますし、この動画もいいなと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。では、本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。